京成3300系電車は、1968年から2015年まで在籍していた京成電鉄の通勤系電車。3000系赤電シリーズの最終形式である。1968年11月から1972年3月に、かけて3301から3350、3353から3356、 の54両を、東急車両製造、日本車両製造、汽車製造で製造。成田側から3301、3302、3303、3304の順に蘇生し、3200系同様に、車両番号順の4両編成が基本。編成名は、上の方車号で3304編成、3308編成と故障した。 3351から3352は結番だったため、3349から3350は成田方戦闘車を持つ2両ユニットの半編成で、他の4両と連結し6両で使用するのが基本だった。3304編成は、形成初の東急車両制である。 一時車として1968年11月に3301から3316の16両を製造した。3200軽量扉車と外観上の際はなく、内装の変更点として座席時切り部にスタンションポールを配したほか、吊り革を枕木方向、扉部にも設置。荷棚、シート、吊り革棒を一体化した。 FS-361A 型台車 KS-121A 型台車画像は共に北総 7260K 時代のモノ台車は 3150K 以来の空気バネ台車である。駆動装置、主電動機、台車の組み合わせは下記の通り。電動機は、 東洋電気製は 3200K6M 社の TDK-816A、TDK-816A01 から TDK-816A1 に変化し、三菱電気製は MB-3097C から MB-3097C2 に変化した。両メーカーの電動機は共に 3200K6M 社と共有可能である。 更新時に 3200K6M 車も大半は TDK-816A1 もしくはメガバ MB-3097C2 種電動機に換装した。なお、工述の通り3300型でも 3200K6M 車で使用した TDK-816A01 を使用した。3316までの車両は 3200K6M 車と ほぼ同形式扱いで3 3 0 0系1自社と呼ぶ。工術の通り冷房化以降は、経緯が異なり、更新は3300型というくくりで試行し3200型と、多少異なる外観に変更した。1969年12月以降に製造された二次社の3317以降は、3000型や3050型などとの並結を考慮して、金属バネ台車を、 再び採用した。ブレーキ作用装置に KDK58 作用装置からマイナーチェンジした KDK69 作用装置を搭載。そのため、一時車や 3200K6M 車以前の 3000K アカデントはブレーキ緩和音が異なった。また、外観上にも変化が見られ、前面上別部中央と側面に種別、行き先表示器を設置した。側面の方向は、 k 応5 0 0 0傾向記者に続きに形式目で、当時としては先進的な装備であった。その他、客用扉は窓ガラス支持用の黒エッジゴムを配したステンレス製とした。1972年3月まで3時に分け3317から3350、3353から3356の38両新心臓した。 厳密に言えば3300型は4次車までになるが、1次車の3301から3316と、外観が大きく異なったため2次車の3317以降は、総じて3300系2次車と呼称した。2次車以降、最初に落成したのは1969年12月の3317から3320。 3331から3332の6両で3331から3332は半ユニットで落成した。その後は1970年12月に3321から3330、1971年2月に3333 33から3336、同年9月に3337から3340、 3345から3350、1972年2月に3341から3344、同年3月に3353から3356の順で落成した。3325から3328は室内天井を試験的に城でコラバリにした。二次車の駆動装置、手電動機。 台車の組み合わせは、下記の通り。なお、3337から3340は、更新時より、三菱電気製メガバイト -3097C3 主電動機に換装した。また、本形式は、2トンカラーの赤電塗装で落成した最後の、形式となった。一時車は、同スタイルの 3200K6M 車と、 同形式化のように扱われることも多く、根血で6両編成を組むこともあった。二次車は、1970年代半ば以降は、他形式との根血はせず、基本的に二次車のみで4.68両で使用した。デビューから日が浅かった1970年までは、初代3000型から3100系一次車のコイルバネ、台車搭載車と根血することもあった。 また、二次車がデビューした直後の1970年に空気バネ台車の一次車とコイルバネ台車の二次車を根結した実績もある。方向膜搭載車と非搭載車を根結した場合、搭載車の方向膜は使用不可で予備用行き先板を使用せざる得なかったこともあり、以降根結は行わなくなった。1980年8月から1981年12月に、 かけて、車体塗装を、ファイヤーオレンジベースに、モーンアイボリータイの死赤電塗装へ変更した。特筆する点として、二次車は3340、編成を皮切りに1981年1月より、塗装変更を開始し、赤電3000系の塗装変更開始から約1年、経った頃に3300系方向膜搭載車の塗装変更を開始した。 二次社は塗装変更直後の1981年から1982年にかけて方向膜を白地ベースのものから青地ベースのものに変更した。動作業は3150系方向膜搭載車や3500型でも1980年より行ったが、3300型に関しては一足遅く変更した。 3324編成と3328編成は塗装変更と同時に交換し、他は塗装変更後に交換しており、3150型で存在した赤電通トン塗装時代に、青字後方向膜という組み合わせは工術のリバイバルカラー以外解無だった。冷房改造後の3328形成は1984年春時点で、関東地方の大手施設で、 最も冷房化率が低かったため、押上線荒川橋梁の強度工場が完了した1983年春以降、3150系の更新時に冷房化工事を実施することになり、既存者への冷房装置搭載により冷房化率を上げることに努めた。しかし、更新時の冷房化工事のみでは相当の時間がかかるといった判断から、 更新とは別に冷房化単独工事も実施することになった。工事は一時車二次車と時期を分けていった。冷房化単独工事対象者の第一人として、非冷房車で最も車齢の浅い本形式の二次車が選定された。1984年6月から1985年3月までに、行った車両は、等急車両で施行している。この当時、 本形式は10年以内に更新を開始する計画もあったため、工事は冷房化以外ほとんど行わず、外観スタイルも変化していない。主な改造は以下の通り、東急車両で冷房化した二次車は以下の通り、冷房化履歴を以下で示す。東急車両では6両単位の改造も行っている。1985年4月。 冷房風味みだった3342.3343の室内送風機を扇風機から関西地区の私鉄で使用例の多いローリーファンに変更した。これは試験的なもので耐久性や冷房使用時の室内の冷気の流動調査を行った。結局ローリーファンは他社には採用されず、この2両も翌1986年7月に 元の首振り扇風機に戻した。1985年4月以降、冷房化単独工事は大社会車両で実施することになり、入り出場も車両番号順の4両単位になった。第一陣として1985年6月に3333 33から3336で施行した。内容は、東急車両で行った車両とほとんど変化はなかったが、 扇風機台座が、構成時路塗装からアルミ製無塗装になった。扇風機軸に関しては、同社で行った車両に関しても、後日の更新時に、アルミ製に変更された。続いて、同1985年7月に3321から3324を施行し、1985年シーズン下期の、時点で二次車の比例防車は3320。 編成と3340編成4両2本のみになった。翌1986年2月に3317から3320、同年4月に3337から3340といった順で施行し、二次車の冷房化工事が完了。同時に方向幕付きの非冷房車は消滅した。大阪医車両で冷房化した二次車は以下の通り、 冷房化履歴を以下で示す。1986年6月以降、3309から3312を皮切りに一時車の冷房化工事を大社会車両にて行った。内容は二時車と同様とし、原型スタイルのまま冷房装置を搭載したため、行き先表示器は設置せず、行き先方向板仕様の冷房車となった。 同年7月に3313から3316が施行された。この編成は試験的にアルミ製塗装仕上げ客用扉の窓ガラス指示方式を H ゴム押さえから金属押さえに変更したがた編成には及ばず、後日の更新時に全車ステンレス製扉に交換した。続いて3305から3308を 翌1987年3月に3301から3304を同年5月に施行し、全車の冷房化が完了した。一時車の冷房化履歴を以下で示す。全車代、栄車両にて施行された。 特筆する点として、3309から3310.3311から3312.3325から3326ユニットは、冷房火事から更新までの間、試験的に、手電動機を加速性の良い東洋製 TDK-816B に乾燥し、独特な乗り心地で親しまれた。この時期は姿を見なくてもこれらの編成が来たと、 わかったが、更新時に 3200K6M 車投用車標準の TDK-816A1 に交換した。その後、投用制 TDK-TDK-816B の主電動機は、更新後の 3200K6M 車投用車で1989年9月から1992年11月に3221から3222、 1991年11月から1992年11月に3231から3232でも使用したが、量産化には至らなかった。一時車は種別、行き先表示機なしの冷房車として使用されていたが、夜間や近く間で種別、行き先が見づらいなどの問題があった。このため、同グループ終了直後の1987年7月から、 冷房化単独工事を開始した3100型は種別、行き先表示器を搭載した。1987年夏時点では、進行中だった3200系の更新終了後は、AE 型の更新が完了次第、一時者の更新を開始する予定だった。AE 型の更新には5年前後の期間がかかると見込まれたことから、先行して3300型に種別、 行き先表示器を搭載することを決定し、同年10月の3301から3308を皮切りに実施された。内容は以下の通り。冷房化を伴わない外観上の改造は1982年末まで行っていた3100系の更新以来5年ぶりで、同年11月に3309から3312に、 翌1988年7月に3313から3316に施行して完了した。一時車は冷房化から更新までの時期が短く、その間に種別、行き先表示器工事が入ったため、1980年代後半は短期間で外観変化を繰り返していた。さらに、更新後4から5年で塗装変更を行ったため、 1985年から1995年の11年間で4回も外観を変える結果となった。1989年6月以降に出場した3301から3302ユニットを皮切りに大社会車両にて車体更新を施行した。主な内容は3200型に準じたもので、1次車、2次車どもに基本スタイルは統一化した。外観は、 全面大型方向幕搭載、全小刀とび刀を全面用部左右横並びに配置し、急行刀を全面上部左右に配置した。戦闘車中間埋め込め時に乗務員室も区切れるよう、手動種別幕付けステンレス製貫通扉に交換したほか、側面窓をユニット差し化した。側脚用扉は、製造時よりステンレス製扉だった二次車を含め、 新調したステンレス製の扉に交換した。車内も壁面はカスタード系、クリームデコラに、天井はパールホワイトデコラ、床面は高新前同色のグリーンに、張り替え、座席掛け面をステンレス製にすると、無塗装化した。車内の吊り革棒やスタンションポールは基本そのままだが、3337から3338ユニットを、 はじめ1990年8月以降に更新した車両は袖仕切りポールの形状を大型化した。足回り面では3200型に引き続き C-1000 空気圧縮機のモーターを交流化し AC-1000 と変更した。3200型とは外観上全面貫通扉の窓指示が3200型は黒エッジゴムなのに対し3300型は 金属押さえという点が異なる。また、室内にだな指示の関係上、側面種別、行き先膜の位置が異なるが、こちらは更新前より搭載している。足回りは作用装置を変更し、先頭車に 3200K6M 車の KDK86 作用装置をマイナーチェンジした KDK89 作用装置を搭載、中間車は三千三百 k 二次車で採用した。 KDK69 作用装置を搭載したため二次車に関しては継続使用した。一次車の中間車に関しては KDK58 作用装置から換装した。戦闘車は1989年8月に更新出場した3305以降は戦闘台車が M になる要戦闘車の台車の振り替えた。最初に更新を行った三百一点三三零四のみ。 台車の振り替えは更新後の1992年4月に施行したが、この車両のみ、更新時より、先頭側と中間側ともに点検外を廃した。また、閉じ目選択装置や電子フォンム音警的を更新時より搭載したが、前車は1990年6月までに3300系未更新車を含め形成の冷房車前車に搭載した。 更新にて3300型は一時車と二次車の外観上際は台車以外なくなり、一時車も二次車と同形式の3300型という型にはまった。一時車と二次車は分けて更新を試行し、一時車は16両のみのため4両基本編成のまま、二次車38両は6両固定編成を主とした内容で試行し、先頭車6両を中間電動車か、 いずれも2両単位で入り出場した。まず一時車は以下の順序で更新最初期に出場した3301から3302ユニットは3303から3304ユニットが出場するまでの間3 2 0 0系6 m 車6両固定3248編成の成田方に根結し以下の暫定8両編成を組んだ。更新後、 3300K1 自社と3200型との混結は最初で最後だった。1990年4月、3316、編成の3313から3316は、クロスシート試作車として、更新後にデビューした。2ユニット四両で出場した九百九十年四月十九日より千三百九から千三百十ユニットを成りた方に、 連結した6両で営業運転を開始した。クロスシートの配置は1両ごとに異なり3313がオールクロスシート3314と3315は扉間にロングシートとクロスシート3316が車端部ロングシートで扉間クロスシートを配置した配置となっている。1990年2月 3356、編成3353から3354ユニットを、川切りに二次社の更新を開始した。6両編成が主に、1990年9月に出場した3340を川切りに3317から3328は、成田方3329から3340は、 上の方の戦闘車を中間化し6組の中間電動車が生まれた。更新前に冷房化し MG も新調したことから 3200K6AM 車のような SIV 搭載やパンタグラフ2機搭載等は行わなかったが、中間化した車両に対しては、外観、室内ともに連続性を持たせ、旧戦闘車にあった室内冷房ダクトも廃止デコラ状に扇風機を新設した。 1992年4月3331から3332ユニットの出場を最後に二次社も更新完了。1976年10月出場した初代3050系3051から3052以来15年6ヶ月かけて行ってきた3000系列は家電の更新が完了した。3300型は3 0 0系列家電最後の形式で 同形式更新新工事より初期グループに該当した初代3000系、初代3050系の廃車も始まっていた。二次車の更新が完了した1992年4月末時点の編成は以下の通りで6両を固定編成に混じって1本のみ、中間に先頭車を挟んだ8両編成が存在していた。このグループは3200系 6M 車のように、 半永久的な定着した固定編成にはならず、定期検査時やその他の事情で頻繁に編成外を行っていた。定期検査入り出場前後などに3341から3348や3353から3356などが4両編成になったり、定期検査とは関係ない時期でも8両固定編成が蘇生され、中間に 先頭者を挟んだ6両編成が蘇生されたこともあった。だが、一応は以上が更新終了時の定着編成だった。更新順序は以下の通り。特筆する点として3300系二次社は更新開始時と更新終了間近に更新者、未更新者の根結を行った。1990年2月。 二次社最初期に出場した3353から3354は、更新済みの一次社と根血不可だったため、未更新者二両3355から3356という移植の基本4両編成を組み運用に入った。3353から3354、出場後は一次社で、 クロスシート試作者となる3313から3316が更新のため入場中でしばらくその編成で運用を続けた。1990年4月中旬に3355から3356が更新のため入場した。その際、二次車で唯一更新車ユニットであった33353から 3354? は三三千百四十四編成の成田空港型に連結し未更新車更新車の根結六両編成を組んだ。千九百九十年六月中旬に三三千百五十六から三三千百五十五画出場してからは更新車のみの基本四両で運用開始した。千九百九十一年十二月時点で三三千百三十二編成が未更新車で最後まで残っていたが、 3330から3329ユニットが、翌1992年1月上旬に、更新入場した。唯一未更新者であった3332から3331ユニットは、同年2月中旬の更新入場までの間に、更新者6両の中間に挟まれて、以下の編成を蘇生した。全校で編成を記載した通り、 更新完了した1992年4月以降、二次車は6両固定編成5本と8両、編成1本体制で使用していた。うち3337から3340は1990年12月以降、3353から3356と8両組。 その後1991年9月以降は3345から3348と基本8両を組んだ編成で定着し、当時のダイヤで優等専用で使用した。2両単位で分割可能なことから中間 MM ユニットを外し車合順不動な4両編成を組むこともあった。一時車は、 クロスシート試作者の3316編成の3313が先頭に出ないような編成を蘇生。1990年4月末時点で全社の更新は完了し、以後6両編成2本、4両編成1本体制で使用する場合が基本的に多かった。なお、3316編成を含む編成は、京急の利入れの対象から外され、 かつ1991年8月7日のダイヤ修正以降は都営地下鉄浅草線乗り入れの対象からも外された。そのため、こちらは本線、千葉線6両運用や本線特急などに限定して使用された。3316編成がクロスシート試作車として、 営業開始した1990年4月29日時点で一時車の更新は完了し以下の定着編成を組んだ。3304編成のみが4両となり、検査時抜ける車両があった場合は3304編成で6両を穴埋めした。なお、1990年5月3日から6日の間は、 クロスシート試作者3316の編成に3312から3311ユニットを連結し暫定的8両編成で運用についた。一時車も更新から2年の歳月が経ち順次重要、部検査に入ることになり、出場してからも以上の編成に戻ることが少なく1992年3月以降は以下の編成で定着した。 この際も3304編成のみが4両となり、検査時抜ける車両があった場合は3304編成で6両編成を穴埋めした。3316編成がシート変更のため入場した1995年1月まで以上の編成は定着していた。クロスシート試作車の時代3313は先頭に立つことはなく、 更新がおでの乗務を営業時に行ったことはない。1991年以降、3300型は更新して間もなかったことや戦闘が M 台車だったため京急乗り入れ6両運用では優先して使用していた。1992年3月より一部の車両を除き上の成田空港の行き先のみ、A りとなった方向幕に交換した。 1993年8月より3319から3322を皮切りにファイヤーオレンジ塗装から現行標準色への塗装変更を開始し、1995年4月に完了。塗装変更完了後、1998年まで二次社の6両固定編成は以下の編成で定着していた。3350から3349は、 成田空港法の余剰ユニットとなり、6両固定編成の成田空港型に連結した8両編成を蘇生した。また、3349から3350を数ヶ月単位で旧車にすることもあった。ここへ来て3337から3340は6連組むのが定着化した。 3308から3307は1993年12月の塗装変更を兼ねた全般検査出場時より、主電動機を3500型で使用している、東洋製 TDK-8531A に換装した。これは3500系の更新に先立ち戦闘車、戦闘側 M 台車に TDK-8531A を使用した。 サイの性能を試験するためである。1998年1月に、メガバイトマイナス 3097C2 に戻した。3316編成は1995年4月に、塗装変更と同時にロングシートに戻し、校長のオレンジ色系模様入り個別シートを使用した。以後3700系3758から3818編成や3500系更新車でも、 近似の同色の個別シートを採用したが、後日の通り2001年に再改造した。校長のオレンジ色系模様入り個別シートは2007年以降、形成者と北創者どもに使用しておらず、試験開始から12年で消滅した。3316編成をロングシート化した1995年4月以降、一時車は4両単独編成の、他4プラス4の8両編成。 もしくは6両編成2本組む、等、定着編成は持たず頻度で編成外を行った。3316編成の3313も、更新後初めて先頭に出るようになった。1998年1月、全般検査出場した3325から3326の主電動機を、TDK816A1 から TDK816、 A01 に換装した。3300型で同種電動機を採用したのは、この時期が初。1998年11月18日のダイヤ改正以降、3000系赤電シリーズは8両組まれた場合も、京急乗り入れ運用の対象から外された。よって更新後最長25年活躍した3300型も京急に乗り入れ可能だった時期は、 最長でも7年半だった。都営地下鉄浅草線乗り入れは6両編成が消滅した2008年3月まで行われた。なお、北総にリースした赤電話、2015年3月の全廃時まで都営地下鉄浅草線や京急線に定期運用で乗り入れた。1999年9月以降、6両固定編成の3000系赤電話、 原則的に編成単位で入場することになり二次社は、下記の6両固定編成で定着した。よって6両固定編成単位での編成外は2003年の事故廃車発生時まで行っていない。3354から3353は、成田空港法の余剰ユニットとなり、6両固定編成の成田空港型に連結した8両編成を蘇生したり、場合によっては、 旧車にした。以下も上の方先頭車で編成表記を行う。この時期に3600型も8両編成化し、3400型や3700型も合わせて8両固定編成は20本以上になった。よって3000系赤電の8両編成は2両ユニットのある3300系二次車以外は特例以外組まれなくなり、 3300系一時社も1998年11月に3312編成プラス3316編成が組まれたのを最後に形成在籍時は8両を組んでいない一時社に関してはしばらくは6両編成2本を組んだり4両編成のみで使用したりすると編成外を頻繁に行ってきたが2000年6月より以下の編成で定着した 1997年1月から2001年3月にかけて全面種別幕を細ゴシック文字併用表記タイプのものに変更した。2001年3月には形成グループの CI 導入に伴い全車両の側面に K、正グループのロゴを重複した。なお、従来の筆記自体の形成ロゴを表記したプレートは残している。 3316編成は2001年8月に、ラベンダー色系柄入りのバケットシートに再改造され、袖仕切りが新設された。同編成は1990年の更新以降は、シート試験者として定着しつつあった。同編成に用いた、バケットシートは、翌2002年申請の3700系3868編成や、 新3000型などでも近似タイプのものが採用された。2002年8月、3316編成で3500系更新者同様の、全コマ小文字平用 A 字表記、青字タイプ方向膜に変更。2008年3月までに在籍者全社で、全コマ小文字平用 A 字表記、青字タイプ方向膜に交換した。2003年1月23日に発生した、 京成大久保駅三もみ駅間の踏切事故で3356、編成の3329から3330が廃車になったのに伴い、3356、編成は、同年1月末から3月の間は3356から3353の4連を、同年3月下旬以降は、以下の編成を蘇生した。 結果的に二次社は6両編成6本単位になり、8両編成は2007年4月に数日間組んだ以外は6両のみで使用した。結果、3000系シリーズ赤電は、この時期より8両編成運用から一部の例外を除いて撤退した。3312編成が重要部検査入場した2003年3月以降は、一次社の 定着編成が代わり以下の編成で定着し2006年3月まで組まれた。2004年4月から6月に室内蛍光灯を昼白色タイプから飛散防止型に全車で変更し、以後このタイプを使用するようになった。2006年3月、3308編成の3305と3316編成の3316。 西 ATS 対応機器を搭載し、同年4月以降他社に順次搭載。2006年4月1日付で3308編成と3316編成を北総にリースし、北総7260系7261の7264プラス7265から7268と改版。 国送車の運用に入りと A 地下鉄浅草線を経て、京急線羽田空港に乗り入れるようになった。3304編成と3312編成は3304編成のラストランを除き、廃車島で4両で使用した。2006年7月、全般検査出場した3312編成、3310から3309ユニットの手電動機にて、 3 2 0 0系6 m 車の廃車部品を採用することにより、TDK-816A1 から TDK-816A01 に変更した。2007年11月、3200型は 6M 車3261から3264を最後に全廃になり3300型は最古形式になった。翌2008年4月以降、 3300型は一点二次車とも運用率がかなり低い四両運用で使用することになった。六両を固定編成の二次車は更新時に誕生した中間電動ユニットを廃車し四両化した。2007年11月、3317から3 3 1 8 3 3 3日から332 33を廃車にし、3320編成と3356。 編成を4両化した。その後に2008年3月に3321から3322.3325から3326.3335から3336.3339から3340を廃車にし3324編成、3328編成、3344編成、 3348編成を4両化。一次車の3304編成と3312編成とともに3300型は4両編成のみとなった。その時点で3300型は4両編成8本、計32両のみになり、二次車は3356編成以外順不動となった。編成は以下の通り。以上の廃車で、 形成在籍者で1960年代に製造した車両は3304編成、3312編成と3319から3320の重量のみとなった。2007年11月に3200型が全廃となった時点で3300型は唯一の3000系赤電となった。前項で述べたように、 2008年4月時点で3300型は4両編成8本の計32両のみ在籍となった。2008年度から2011年度に関しては2010年7月17日の成田スカイアクセス線開業に伴い、新造車を大量導入した。そのため既存車の代替はなく、3300型は2008年4月から2013年1月まで廃車は発生しなかった。 2008年8月1日から9月17日まで映画男は辛いよシリーズ開始40周年を記念して3320編成が葛飾観光 PR ラッピング電車の第2弾となり実車の車虎ロ郎などのラッピングが重複された2009年6月30日より3356編成が青電塗装となり同日に 会社創立100周年記念臨時列車として運転された。同年8月に3324編成が赤電塗装に、同年9月に3312編成がファイヤーオレンジ塗装に変更し、リバイバルカラー編成として2013年の廃車島で運用した。2010年4月から6月にかけて各種別カラーを背景に白文字とした。 種別幕への交換を実施している。2010年7月5日より、葛飾区観光 PR ラッピングとして3320編成に、高井健一郎のイラストによる車、虎次郎などが描かれた、男は辛いよラッピング、3348編成に、両津観吉などが描かれた、こちら、葛飾区亀有公園前発出所のラッピングが、重複されている。 両編成ともに廃車時までラッピング車として金町選手体で運用した。2012年度から新3000系の新造が再開され、男は辛いよの3320編成が2013年2月15日に営業運転を終了し、同年2月18日には青電リバイバルカラーの3356編成が営業運転を終了した。 リバイバルカラー編成は、同年3月までの引退が発表され、同年3月20日限りで、赤電リバイバルカラーの3324、編成が引退した。追って、同年3月24日限りで、ファイアオレンジリバイバルカラーの3312、編成が引退した。それにて、形成在籍の3300型は4両編成4本16両のみ、残った。 国装リース社の7260型と合わせても24両まで減った。2013年4月、3344編成、3334から333 33ユニットの種、電動機にて、配車部品を採用することにより TDK-816A1 から TDK-816A01 に変更した。 2014年3月上旬に3328編成と、こちら、葛飾区亀有公園前発出所ラッピングの3348編成が、廃車になり、形成在籍の3300型たは3304編成と3344編成の4両、編成2本8両のみになり、 国装リース社の7260型と合わせ16両のみと、廃車まで秒読みとなった。2015年2月28日、引退を記念し最後まで、形成者として残っていた3304編成と3344編成を4プラス4の8両編成に、組み替え、臨時特急、成田3号として、形成本線にて3300掲載をなら運転を、実施。 編成は以下の通り。その後、8両は2015年3月1日付で、廃車になった。上の33443343333433333304330330233013300系コイルバネ台車の二次車と、空気バネ台車の一次車の根結は更新後、最初で最後。 二千十五年一月中旬にさようなら運転に向け八両で試運転も行った。これは三千百0系更新後に行っていたが九百八十七年四月以降、京成では営業用で行わなくなった。よって、このさようなら運転時の根結は二十八年振りの珍事でもあった。工述の通り、北総リース車の七千二百六十型は三千三百系引退後も残ったが、 こちらも2015年3月22日の最後なら、運転を最後に運用を終了し、3000系アカデンの営業運転はすべて終了となった。2008年3月以降在籍した3300系のうち、3328編成以外は、イベント運用やリバイバルカラー、ラッピングなどのいずれかを行っていた。2006年3月末に、形成で、 運用離脱した3300系一時車3308編成の3305から3308と3316編成の3313から3316は7250系の代替として北総鉄道へリースされることになった。これにより、 形式を7261から7264.7265から7268へ改版し7260型となった。リース当時は 3200K6M 車と 3300K1 次車は大差ないため7250型と称していたがトップナンバーが廃車になったことから後に7260型と称するようになった。 主な改造点は以下の通りである。性能も種社から変わらず、七千二百六十一から七千二百六十四は、住友製台車、WN カルダン、三菱製メガバイトマイナス三千九十七 c 2種、電動機、七千二百六十五から七千二百六十八は、記者会社製台車、TD カルダン、東洋製 t d k マイナス八百十六 a 1 主電動機であった。そのため、リース開始指示より、千葉ニュータウン鉄道所有者含む、北総鉄道管理者で、唯一の非改正車、抵抗制御者として在籍した。なお7 2 6 4 7 2 6号は C、ATS 非搭載だったため先頭に出ることはなかった。その他、外観形状や車内内装も変化なく、クロスシート試作車だった3316編成を、 種車とした7265から7268の車内のシートも得意なままだった。リース期間中の小変化として2009年2月に側面の方向膜を黒地のタイプに変更。2012年10月に全面方向膜も黒地のタイプに変更した。また2009年より室内蛍光灯は他の北奏車同様ビヒル白色を使用するようになり、 形成在籍の3300型より多少色温度が変わった。なお、形成在籍膜使用者で変更した全面種別膜交換は7260型に対しては行わなかった。形成3300系、北曹7260系ともに全車解体され減損しない。ありがとうございます。